彼との関係をおかしくしてしまう自爆女にありがちなこと。今日はそんなお話をご紹介したいと思います。僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください。またチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。せっかくうまくいってる関係や、このまま進めていけば結ばれる関係にもかかわらず、 なぜだかおかしくなっていく。なぜだか途中からね、話がややこしくなっていって、気づいたときには、関係壊れてさようならえ。そんなことをあなたも経験したことがあるかもしれません。まあ、人と人との関係なんでね、えー、どちらかが意図せず、結果的に話がね、えー、ややこしくなって、えー、ダメになってしまうことっていうのは、これはありますよ。あの、まあ、不慮の事故。 も含めてねしかし毎回毎回なぜだかそういう形でね、えー、話をややこしくして関係をダメにしてしまったりうまくいってうまくいきそうな関係さえおかしくしてしまう人ってねいるんですねえー、とまあ僕もね本当にあの数多くの女性と日々お会いしてますけどまあねこういう人って本当にこう何て言うのかな悪気はないんでしょうけどね えと話をややこしくしてしまうというか、えー、どんなに魅力的でね、えー、どんなに、ね、こう人となりがすごくしっかりされている、ねまあ、人格者、まあ、女性としてもね、えー、すごく美しいなっていう方でも話をややこしくしてね、えー、まあなんていうのかなこう自爆をね、えー、自分でこうする女の人っているんですね。 これどういう人なのかっていうとね、えー、まあ大体これ共通するパターンっていうのは一つなんです。まあ、もちろん、その自爆といってもね、こういつもこう浮気をしてね、それがこう男にバレるとかね、えー、男の財布から金盗むみたいな、まあ、人として問題が生むっていうところはちょっと別にしてね、そうではなくて、いわゆるこうコミュニケーションにおいて、えー、話をいちいちこうややこしくするというか、えーね、いちいち関係をおかしくしてしまう、 女性、えー、そういう女子にね、えー、ありがちなことこれね何だと思いますこれもね結構簡単な話でひょっとしたらあなたにもそういう怪があるかもしれないしただ言ってしまうとねまあ、男性でもそういう方はいますけど多くの女性に実はね結構共通することなんですただその強弱その強い弱いっていうのはね、えー、あるんだけども、えー、多少ねこうそれが強いと ちょっと自爆する傾向があると。どういう方か自分とね、えー、お相手を一緒くたに考える方なんですよね。自分と他人を一緒くた。つまり他人の感覚を自分の感覚と同じだというふうに思ってしまう方ですよね。特に距離がね、近くなってしまうと、えー、自分とね、同じように考えてくれてるというふうについ考えてしまうんですよね。 特にまあ関係が始まって間もない頃というのはお相手はお相手でねあなたにやっぱりこう寄せてくるんですよねえまあ例えばスタバよりもえドトールが好きなんだけどもえあなたがスタバが好きって言うとあじゃあ俺もスタバが好きだよって言ってみたいとかねえまあ中華より和食が好きだったとしてもあなたが中華が好きって言ったらあまあ俺も中華が好きなんだっていう風にまあ多少やっぱり寄せてきてくれるわけですそうするとね えー、あこの人は中華が好きなんだこの人スタバが好きなんだ割とこうね自分とフィーリング同じなんだっていうふうに、えー、勘違いをしてしまう、まあ、全体としてねフィーリングが似てるっていうところはあるんでしょうけどフィーリングが合う合わないっていうのはあるんだけどもやっぱりお付き合いの初期段階というのはそれは男女の関係になる以前よりも前にね人と人との関係っていうのはお互いやっぱりこう寄,寄り添い合いなんでね、えーまあ お相手に合わせて合わせてっていうところで落としどころを見つけていきながら関係を作っていくんだけどもあくまでも寄せているだけの話であってそれはお相手にとっての心からの本心ではなかったりするわけですよそうするとねそれにこうまあ何て言うのかなそれがお相手は自分と同じだというね勘違いというかまあ錯覚があなたの中に生まれてくるわけですね、えー、そうすると ねまあ、別に中華が好きかスターバーが好きやみたいな話だったらいいんだけども例えば LINE を、えー、送ってね、えー「私だったらすぐに返してくるのにこの人は返してこないっていうのはおかしい」とか、えー「私だったら長文 LINE を送ったらそれに対してね長文を返してくるのが当たり前だ」とかね、えー「私だったら約束したことは絶対に守るし仕事が入ったからといってキャンセルすることなんかしない」とか全部自分基準になっていくんですよね。 自分基準になっていくから、そうすると、やっぱり自分と違うことをやられると、あこの人、私のこと好きじゃないんじゃないかなとかね。えー、話戻って、えー、私、スタバへ行きたいな。で、彼が、いや、俺はやっぱりドトールがいいよ。え、なんでスタバへ行ってくれないのいや、ドトールがいいから。あやっぱりこの人、私のこと好きじゃないんだ、みたいなね。 まあ、彼は最初からドトロが好きで、最初から、えー、最初はあなたに合わせただけの話なんだけども、まあ、ちょっと自己主張しただけでね、えー、ちょっと違うみたいな、えー、ふうに、えー、考えてしまう。まあ、それこそ、まあ、そういうね、些細なところから始まって、えー、いつも言うように、まあ、インターネットとかね、YouTube とかを見ながらこう、彼の本心はどうなのかとかね、えー、彼の脈割りサインはどうなのかみたいなことを探し始めて、そんなことでこう、お相手のね、気持ちを測ろうとしてみたり、 ししてしまうんですいやあのね普通に考えてみればいい話であなたと他人だからねどんなに身近でどんなに大切で仮に夫婦であったって親子であったって他人は他人それぞれ自分の人生を歩んでいてそれぞれの価値観があってそれぞれの好き嫌いの中で物事判断しているわけですよねそしてコミュニケーションの合いっていうのも人それぞれ違うわけですよあなたと一緒じゃないんです にもかかわらずあなたは自分と一緒くたと同じように考えてしまって自分の好きな感覚と合わないアプローチをされるからあ好きじゃないんだみたいなね、えー、話をするだから、えー、とちょっといきなり別れるとか言ってねよく分かんない方法をねえー、なんていうんでしょう相手を試すようなことを言ってみたりとか、えー、何かねこう駆け引きめいた話をしてちょっとこうライン送ってきても えー、23日開けてから返そうかなとかねよく分かんないことしてもだんだんこうお相手も面倒くさくなってくるわけですね。自分の考えを押し付けてくるわ、ね。なおかつこうね素直に自分の考えを言ってくれないわ。結果ね、えー、お相手は引いていく。そして、えー、引いていくからあなたの感情もねますますこうモヤモヤが高まっていってね、えー、まあ LINE をしょっちゅうねなんで好きじゃないんやとかね。 えー、なんで連絡してこないやみたいな。まあ電話をじゃんじゃんかけたりとかね、えー。まあそんな疑心暗鬼の状態で時々会っても、まああんまりお互いハッピーじゃなくて、なんかよくわかんないことでいきなりブチ切れてね、えー、帰るとか言ってみたりとか。もうなんかめんどくさいだけですね、本当にね。えーまあ、そんなことやってるから関係がおかしくなっていってしまう。どんなに身近でね、どんなに大切な人であっても、あなたじゃないの。あなたじゃなくて、 えー、お相手はね、違う人だから。えー、違う人という前提で、ね、あの人はあの人の価値観でそうしているだけ、あの人はあの人のね、間合いでそうしているだけなんです。じゃあ、そこの間合いがね、よく分かんないな、こういう時は私はどうレスポンスすればいいのかな、えー、私はこの時にあなたがどう考えているか分かんないなっていう時はどうすればいいかっていうと、まあ、これはまあ話簡単ですよね。聞けばいいだけ、えー。私はこう思うんだけど、あなたはこれどう えー、私はこういうふうにされると、えー、気持ちいいんだけど、あなたはどういう形でのね、お付き合いがいいのとかね、えー、お互いの関係性はやっぱり言葉を紡いでいくしかないんですよね。えーまあ、それはもうコミュニケーションの大前提で、えー、自分のことを言う、まあ、お相手の考えを聞く、まあ、これはね、どっかの動画でも言ってると思いますけど、それは大前提でありながら、プラスお互いね、違うんだって。あなたが考えてることと、彼が考えてることは違うから。 えー、あなたがね、えー、好きな合図はこうだと思っても彼の好きな合図は違うわけでね、えー、彼が別に連絡をしてこないかなといってそれはあなたに対する脳の合図じゃないんでね、えー、かといって、ね、私は脈ありの男にはこうするから、えー、彼がこうしてきたかっていうことは私に脈ありなんだみたいなね全然脈関係ないですからねそんなのはね えーまあ、その辺をちゃんとこう冷静になって考えてみれば当たり前でわかる話なんだけどもねちょっとこうまあ色濃いというか、まあ、仕事でも利害みたいなものが絡んでくるとちょっと冷静さを失ってね、まあ、自分基準で考えてしまいがち、えー、そうするとね結果的にね、まあ、あなたの中でのこう妄想が膨らんでいってあなたの中でもや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 膨らんでいって、まあ、どっかで爆発をするか 自分でね、どっかで関係、えー、勝手に答えを出して、あ、やっぱりこの人とお付き合いしてもダメなんだ。この人は私のこと好きじゃないんだ。じゃあさよなら、みたいなね、えー。いきなりブチっと関係切ってみたりとか。まあわけわかんないですね。もういつもどこ行ってもこう自分で自爆して、自分で痛めつけて、そんなになんか <laughs>、うん、楽しいのかしら、<laughs> とね、えー、思うんだけど、まあ楽しいんでしょうね、ご本人はね。 楽しくないって言いながらね、結果、でもそれを望んでるわけだから、心の中でそれを望む、そういうふうな自分をイメージしちゃってるんですよね。まあ、なので、えー、そこからちょっと脱却したいなというふうに思うのであるならば、ちょっとね、えー、どんなに身近なお相手でもね、えーまあ、会社の上司部下、えー、家族であっても、自分と違うんだと。自分とね、えー、間合いも価値観も、 えー、好き嫌いもね、違うんだ。あの人はあの人の判断でやってるんだ。で、そういう違うあの人をあなたは好きになってるわけだから、えー、そういう人だとね、違うあの人を大切に思って今結ばれてるわけだから、またね、これから結ばれたいと思うわけだから、そんなね、えー、違うあの人をリスペクト。えー、違うあの人をね、えー、認めて受け入れる。そんなところから、えー、お,相手とお相手と向き合うようになれば、 まあ少しね、もうちょっとこう心が穏やかになるというか、えー、もうちょっと、えー、自分の中でね、勝手に答えを出して、あれこれ妄想を膨らませ、えー、答えを出そうとしたり、あれこれ妄想したりすることなくね、まあ、なんて言うでしょうかね、こう気楽な気持ちで、こう、お相手と向き合って、自分の思いを伝え、お相手のお考えをね、えー、聞いてというような、まあ、関係になり、えー、結果的にね、ストレスもなくなり、まあ自分でね、あちこちにこう、まあ、時代を埋めてね、自分でそれを踏みに行ったりとかね、 自分で灯油をばらまいて自分で火をつけたりみたいなね、えーまあ、そういう痛々しいところから脱却して穏やかなお付き合いができるようになるのではないでしょうか。